こんにちは、りょうです。本日はコモリ 21AW についていろいろお話ししたいと思います。立ち上げ予定時期や立ち上げ発売アイテム、あと動画の最後には僕のおすすめするセレクトショップもご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。はい、それではね、これから 21AW の立ち上げについていろいろお話ししようと思うんですけれども、まずはじめにですね、今まで通りコモリをずっと買ってる方には、毎度おなじみの立ち上げの感じになるとは思うんですが、これからね、AW からコモリを本格的に買おうという方にはね、とても参考になる情報だと思うので、ぜひね、最後まで聞いていただければと思います。で、まずね、今回はお店の方にもね、いろいろ聞いた情報などございますが、訂正だったり変更などございますので、参考程度に聞いていただければと思います。で、まずね、じゃあ1点目、こちらが立ち上げの時期なんですけれども、立ち上げ時期は7月の中旬とのことでございました。はい。続きまして、立ち上げの予定アイテムなんですが、まずはね、コモリシャツとなっております。こちら、残念ながら新色はないとのことなので、もう毎年定番通り、ここ最近の定番通り、色がネイビーと、サックス、ホワイトの3色展開になっております。画像やね、金額はこの辺に、貼り付けとこうと思いますので、見ていただければと思います。はい。それでは続きまして、2点目が、2点目というか定番のですね、デニムシリーズが立ち上げで発売されるとのことです。ちょっとね、種類が多いので順番にご説明したいと思うんですけれども、まずは、定番の G ジャンタイプのデニムジャケットですね。こちらが、こちらに、ね、画像を貼り付けておくんですけれども、色がネイビーと今回もブラックエクルとのことでございました。はい。で、続いてが、同じ素材のベルベットデニムですね。こちらも、同様にネイビーとブラックエクリュー、こちらで発売されるとのことでございます。それではね、続きましてデニムオーバーパンツ、こちらの商品も発売されるとのことでございました。こちらはね、今シーズンコットンシルクオーバーパンツも発売されたものと同じタイプで、サスペンダーをつけてね、履くタイプのデニムとなっておりまして、デニムのウエスト部分に、バックルがついていて、ウエストを調整できるタイプの商品となっております。こちらの色展開がネイビーと、こちらはブラックということでございます。続きまして、デニムワークジャケットですね。こちらは 21SS から新型で、AW でも継続されるとのことでございます。こちらは、最初にしたデニムジャケットとはちょっと違いまして、カバーオールタイプですね。こちらの、デニムになっております。で、こちらが色展開がネイビーと、こちらもブラックとのことでございます。はい、それではね、最後は、僕も履いております。こちらですね、ちょっとダマが前回の動画でご紹介したタイプなんですが、こちらのファイブポケットデニムが、全く同じ 21SS で新型として出まして、AW でも継続販売されるとのことで、色展開も全く同じネイビーとブリーチカラー、こちら2色で、発売されるとのことでございます。僕のおすすめするセレクトショップ2店舗概要欄に貼り付けておきます。僕もね、当然利用したことがありますし、コモリ 21AW のですね、ルックブックがホームページに記載されましたら、入荷連絡だったり予約についてね、問い合わせしていただければ、親切丁寧に対応いただけると思いますので、気になる方はね、概要欄から、お店チェックしてみてください。はい、それではね、立ち上げについてのお話は以上になります。で、ちょっとね、今回の、まとめてお話しさせていただきたいんですけれども、まずね、立ち上げの時期が7月の中旬とのことでございました。で、立ち上げの予定アイテムはこちらも例年通りにはなるんですが、コモリシャツですね、こちらも新色はなく、同じくネイビー、ホワイト、サックスとなっておりまして、あとはね、定番のデニム類、こちらも結局ね、春夏と全く同じかなとは思うんですけれども、展開があるということですね。で、デニム類の、立ち上げに何が出るかって、そこまでちょっとわからなくて聞けなかったんですけれども、おそらく例年だと、デニムジャケットですね、 G ジャンタイプと、あとはね、ベルデットデニム、この辺はね、発売されるんじゃないかなとは思っております。で、僕もちょっと AW のデニムで、期待はしていたんですけれども、これからもしちょっと AW からコモリ買う方にお話し、細かくお話しさせていただこうと思うんですけれども、ですね、ブラックでですね、デニムのブラックとブラックエクルというのが今までありまして、SS は、ブラックエクルっていうのが、あったんですよね。で、ベルデットデニムとか G ジャンで今シーズンブラックに戻らないかななんて思って、ブラックが出たら個人的にはブラックの方がちょっと気になってたんで、買おうかなと思ってたんですけど、結局ブラックはデニムワークジャケットと
2つだけしか出ないとのことなので、あとはね全部デニム系のブラックはブラックエクルになるとのことです。なので、僕と同じくねブラックのデニムなんか欲しいなっていう方は、デニムワークジャケットとデニムオーバーパンツ、こちらの2点になってしまいますので、またねベルベットデニムのブラックとか、ジージャンタイプの、ブラックとか、その辺はねまた今後に期待したいなと思います。ではね、今回ちょっと長くなってしまったんですが、以上になります。で、僕は個人的にはデニムワークジャケットのブラックをちょっと狙っていこうかなと思っているので、またね購入できたら動画にしたいと思いますし、こういう感じでね、動画をご紹介いたしますので、もしよければねチャンネル登録お願いいたします。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。